第3次長期滞在は国際宇宙ステーションでの3度目の長期滞在である。第3次長期滞在の乗組員によって撮影されたアメリカ同時多発テロ事件後に煙を上げるマンハッタン第3次長期滞在の期間中に全員の2人の ISS 乗組員によって宇宙空間での実験が始められた。第3次長期滞在の乗組員は STS-105 のミッションでディスカバリーによって2001年8月10日に宇宙に行き、2001年8月13日に ISS に到着した。乗組員は ISS でいくつかの科学実験と4度の宇宙遊泳を行った。117日の ISS での生活を終え、2001年12月8日に STS-108 で帰還した。3人は2001年に宇宙からの獅子座流星群という珍しい光景を目撃した。カルバートソンは一度に3体か4体の編成を組んで地球に接近する UFO を見ているようだったと述懐している。2001年11月18日、専門家は地球はテンペルタットル彗星の残したゴミの地雷、腹の中を進むことになると警告した。無数の彗星のゴミが秒速 64km で地球の大気に衝突して流星となり忘れられない光景になると予測された。数百万人の人々がその光景を目撃したが、そのうち3人はこの光景を宇宙から見ることができた。流星が現れる地球の大気はステーションの下にあるため、我々は流星を見るために視線を下げなければならなかった。とカルバートソンは語った。3人は ISS で生活する3番目の乗組員で、アメリカ人の機長とロシア人のフライトエンジニアからなる国際的なチームであった。4ヶ月の滞在中、彼らは ISS の拡張や様々な実験を行った。第3次長期滞在では、ISS の維持と拡張のために4度の宇宙遊泳が行われた。最初の3回は、ピアースと呼ばれる。ロシア製のモジュールを ISS に取り付けるために行われた。4回目はプログレス6号のドッキングを妨害していた障害物を取り除くために行われた。4回の宇宙遊泳はすべてピアースから行われた。これによって ISS からの宇宙遊泳は合計6回になり、ISS の組み立て、維持のための宇宙遊泳は合計30回になった。第3次長期滞在の記章には、宇宙の歴史の本が描かれている。この本は、ミールの章が終わり、スペースシャトルの章が始まるページが開かれている。本の上には、スペースシャトルとドッキングした ISS の完成図が描かれている。ありがとうございます。